そう生体理論っていうのはもともとあったんだよでもそれが実用的な使い方だったりどういう時は使えないかとかそういうのまで話してる人がいなかったりとかするからいやなんかほんとてこれはもう自分のことじゃないから逆に手前みそになるけどシュアブぐらいのドキュメンタリー出せないっすよあれあれ笠原君の愛とそれ一緒にやってくれるスタッフの情熱があるからやれるだけであんなにだって現場とリンクできないもんやってるのをつないでそれっぽいドキュメンタリーはできるけど俺がやってるサッカーとか俺がこっちだっていうさ このもう向かってる旗掲げてこっち走るぞっつってやってることを何でそっちに走るんですかっていうのを本質的に聞いて引き出してそれについてくる選手たちの情熱とか葛藤とかを移してそれを見やすいように編集してみたいな。であそこに資金投じてますから手話を。 で僕自分のお金もそこに投じてるしなんならレオザ学園で僕に入るはずの収入も半分ずっと積み立ててて「シュアボのドキュメンタリー」とか何かでお金使えるように僕の収入を貯金にしてるんですよそれも結局使うんだけどねまずにそのぐらいもう全員の儲け度外視の情熱やってるからそうだそのぐらいそのぐらいサッカー好きな人たちがね 信じた哲学があってできることだいやドキュメンタリーできないあれ労力えげつない部活みてえな雰囲気だもんだからもう逆にそうだからあのクオリティとか予算はあるんですよ当然シュアボなんかより全然他の方がただ監督とオーナーと密にコミュニケーション取りながらドキュメンタリーを作れる監督ってさ関係性的にむずくない藤田さんと クローザさんにバシバシ言いながら作るみたいな感じだからさたまたまうちの場合は社長が <laughs> 映画作る学校とかに行っててそういう見識があったっていうそう俺は夏がめっちゃ金かかるだろうしだからやっぱりそういうミュージックビデオ的な作りになるじゃんだからそれ全然悪いって意味じゃなくてあっちの方がねそのまあこう情熱とかサポーターに見せるものもこうそぎ落としてるしねある程度シャワードキュメンタリーみたいにこう思想性を出すっていうふうになると その思想を作ってる人が理解しなきゃいけないからその思想を作ってる人が理解するかどうかの話でいうとうちの場合はねオーナーの僕とね代表の笠原君っていうそこの連携っていうのはうちのドキュメンタリー作ってくださいっつってどっかのチームの監督とか社長が言うだけで作れるもんじゃないっていう。 プレスの練習で相手に近づくにつれて小刻みなステップする練習とかしてますかしてます。あ、でも最近はちょっと他の練習させるから1対1の練習とか減ったけど、アップから取り入れてますね。減速の時にちゃんとすね倒すことっていう。後ろ重心にならないと入れ替わられるんだよね。マナトとか、すごいそれが上手くなってきてるから、ボランチでのフィルター力上がってますね。 小さい選手が競り合い勝つには何が必要ですか後から入るのが必要だったりファール取りにくい審判の時には、えー、ポークこう相手をずらすようなフィジカルコンタクトだったりとかその競り合う瞬間の準競り合う前の準備が重要ですねあと相手が落下地点入るのが上手い人だったらその人が飛ぶ前に肩に腕を乗せてリフト自分が上がっていくのを利用させてもらうとか そういうのも、龍座学園でやってます、空中戦の勝ち方みたいな。昨日のドキュメンタリーの前が、いいからボールちょうだいって言ったときのトランの反応、人間的すぎててびっくりしました。<laughs> も前もよね、あれだとね、そのボール欲しがってるだけ見えるけど、ボール来ない中で守備の約束とずっと守り続けてみたいな、あの熱量を保ってやり続けるのすごいですよ。俺は同じ年のときに、同じようにやれないもんね。もっとふてくされちゃうと思うから。 あいつのインスタとか見るとさあの仕事とか2個ぐらい掛け持ってて忙しいのにさジム行って筋トレしたりとかしてるから報われてほしいねそうそうそう笠原君言うとりドキュメンタリー更新度あ上げてくれてますね、まあ、スタッフが頑張ってくれてますね 映像の専門、あの、応募してくださる方が映像の編集経験あったりとか、まあカメラの経験あったりとかだけど、まあ全部笠原くんですね、基本は。現場の監督、僕、ドキュメンタリーの監督、笠原くんみたいな感じなんで。で、僕と笠原くんがサッカー的な議論もするし、戦略的な議論もするじゃないですか。なんで、そこでね、こう、今後俺、こういう風な形で行くから、あの選手取った方がいいって話とか、そう、だから、あの、 ンターを好きな人がドキュメンタリー作ってるかなるみたいなだからこうランチェスター戦略ってみんな知ってるまあ検索してくれたあれあるんですけど強者の戦略弱者の戦略あって強者はなんかこう弱者から真似のみたいなまあいろんなあの部分あるんだけどそのランチェスターって人がやったアメリカの第二次世界大戦でなんかこう流行ったというかそれで取り入れられたみたいなで弱者は局,所局地戦で戦えとか奇襲で戦えとかまあそういうのがあって。 っていうとめちゃくちゃ金ある人たちがシュアボドキュメンタリー真似したらそのまんまねあのマリノスとかであれやってたら見たいじゃんフロンターレとかでだかそれで再生数絶対取れるんですよなんだけどそれってあの言っちゃえば鬼木さんと映画監督がどっちもサッカーの話しながら作るみたいな感じになるから結構大変なことなんだろうなみたいなそういう感じですね あ、笠原君があれ聞いてるのは、あ、それがね、来週の近いうちドキュメントになりますけど、そこだけ言うと、あの、知らない役っているじゃん。お前有田だろとか見てる人はどんぐらいいるかわからないけど、まあ、詳しい人がしゃべる。聞き役の人。この聞き役が本当に知らないと機能しないですよ。サポーターの人とかよく見てる人からしたら、いや、そこはいいから、もっと奥行けよみたいな。だから僕が、まあ、森田さんにインタビューしてるやつとか、酒井さんにインタビューしてる動画上がってるじゃないですか。 上がってるじゃないですか YouTube ですあれみんなが楽しんでくれてるのって、本当に視聴者が聞きたいことと僕が聞きたいことがリンクしてたり、それをこのチャンネル内で汲み取ってるから聞ける。で、これが本当に知らない人だと、いや、もうそこはいいわみたいな。よくあるじゃん。あの、彼女いるんですかみたいなとか、<laughs> 好きな食べ物なんですかみたいな。それ聞いてどうすんのみたいな。で、それが笠原君だと、今のシュアーボの状況を、今のドキュメンタリーの視聴者さんが知りたがってることを、 えこれからファンになってほしい、ファンになってくれるような人が聞きたくないのこと、みたいな、いろんなバランス考えて、レオザフトボールに何喋らせればいいかっていうのを質問できるから、あれ、知らない役をしなきゃいけないんだよ。そう、だから本当に知らない人だと、カオスになるっていうのはみんな知ってるだろうから、だから、まあそれを笠原くんがやってくれてるって感じですそう、だから、あの、有田さんのプロレスの番組だと、福田さん一回聞いてる話だし、福田さんめちゃくちゃ勉強熱心だから知ってるはずだけど、知ってるっていう体で、 あの、有田さんの話聞き出すときと、知らない体で聞き出すとき、その知らない方がリアクション大きく取れていいときは、知らない感じでいくじゃん。何かも聞いてるさ、藤波さんの話とか猪木さんの話でも。でも、知ってる体で行った方が、有田さんがそこの説明ばばって省けて、視聴者も大丈夫だろうなって時は、ああ、こうなりましたもんねっていう、有田さんが話すことの、その先も相図で言ってあげたりするんじゃん。そう、あれがめっちゃ大事で、その感覚みたいなとか、今この質問じゃないじゃんとかいうのが、まあ、笠原くんだと、 ないっていうのは大きいですね。あ、木崎さんもそうだね。ね、おまわりただろうの中での福田さん役を笠原君がやってる感じですね。私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか。 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J d が排ー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。